その時に目の前にいる、その時たまたまそのホームページに来てくれた人で、偶然来てくれてるだけなんですね。で、その人たちに一発で何かを売るっていうのは、もうこれものすごく難しいわけです。はい、えー、こんにちは、えー。今日はですね、えー、リストのないビジネスはビジネスじゃないっていう話をしたいと思います。 あの、まあ、これ、ダン・ケネディが言ってる言葉なんですけども、顧客リスト、見込み客リストがないビジネスは、そもそもビジネスではないと。<laughs> ね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、ちょっと考えてみてほしいんですが、あの、例えば合コンに行ったとか、ね。<laughs> あの、すごくタイプのことであったとかね。たまたま出会ったとかあるじゃないですか。で、そういう時に、 あの、一番重要なジョブって何でしょうかね一番重要ね。絶対やらなきゃいけないもね。あの、多分、連絡先聞くことだと思うんですよね。で、連絡先を聞いて、あの、まあ、次、ご飯に行こうとか、どこに行こうとか、いうのを繰り返していくために、まあまあ、連絡先がなかったら、その場は楽しい、どんだけ盛り上がったとしても、もう二度とその人ともコンタクトできないですよね。 なこれってまあ商売でも同じで、まあお客さんっていうのはまあたくさん流れてくるわけですよ。でその時に目の前にいる、その時たまたまそのホームページにこう、なんだ、来てくれた人で、偶然来てくれてるだけなんですね。で、その人たちに一発で何かを売るっていうのは、もうこれものすごく難しいわけです。まあ売ってる商品がね、あの本当に100円とか200円とか、ガムとか <laughs> ね、 あの、そういった、もう低価格の、何ていうんですかね。まあ、いわゆるコモディ,ティ商品とか、であれば、で、それしか売らなくていい。もうガムしか売らなくていいとかね。いうのであれば、まあ、それでもいいかもしれないんですが、まあ、普通にね、100円ショップとかじゃないんだから、そういうこと、まあほ、ほぼほぼないと思うんですよね。特に中小企業に関しては。まあ、大抵の企業はですね、あの、それなりの価格の商品を売ってるわけですよね。 なので、こう、フラット来たお客さんに、それなりの価格の商品を突然売るっていうのは、まあ、ほぼほぼ不可能なんですよね。まあ、時々偶然で、あの、売れる時もありますよ。要するに、そういったフラット来たお客さんっていうのは、あなたの会社とか、あなた自身に対しての、あの、信頼とか信用が、まあ、ゼロなわけですよね。まあ、信用がゼロっていうか、もはや疑ってる状態。 こいつほんま、なんか <laughs>、ね、大丈夫かみたいなね。だからこっちの売りたいメインの商品を買ってもらうためには、その信頼関係を築いていかなきゃいけないわけですね。信頼関係を築くためには何が必要かというと、やっぱり何回もコミュニケーションしないといけないわけで、まあこれだから男女関係とも完全に一緒です。ね。最初はお互い、こいつどんなやつかわからんとね。あの、まあ顔はいいかもしれへんけど、服装はおしゃれかもしれんと。 だけど、それだけで、じゃあ結婚しましょうとかね。あの、付き合いましょうみたいな話にはならないじゃないですか。ね。まずは、だって、まあ、合コンとかね、突然だて、突然結婚しましょう。突然、あの、なんだ、付き合ってください。おかしいですよね。<laughs> 聞いたことないじゃないですか。まずは連絡先交換して、まあ、LINE とかでね、何度も何度もやり取りして、ずんでお互いの性格とか考え方とか、そういったものはなんとなく分かってきて、ああ、こういうところに住んでて、こういうふうな人なんだ。 ね、こういう生活してるんだっていうことを分かってきて、だん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 相手のことをこう信用するようになってくるわけですよね。で、まあ、お茶に行ったり、ご飯に行ったり、そして相手のことをどんどん知って、ええー、まあ、価値観とかも知りながら、あのー、どん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 、まあ、好きになっていくというかね、まあ、好きにはならなかったとしても、あの、信用できる人だな、ね。まあ、この人は詐欺師じゃない。この人は結婚詐欺師じゃないなと。 いうことを、あの、分かってくるわけですよ。で、だん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 関係が育まれていって、最終ゴールにたどり着くわけですよね。で、まあ、そんなことって、連絡先がなかったら、まあ、絶対無理なんですよね。うん。当たり前なんですけど、あのー、当たり前すぎてね、あのー、言ってれる方もバカらしくなってくるんですけども、連絡先が聞けなかったら、毎回毎回、一発で決めなきゃいけない。毎回結婚してください。毎回付き合ってください。 もう絶対無理じゃないですか、ね。お客さんがあなたの会社からその物を買うとか契約をするとかっていうのってもうプロセスとしては同じなんですよね。その男女の付き合い始めるとかと。ね、だから最初はやっぱ疑ってるわけです。で怖いわけです。この人は私を騙すんじゃないだろうか。ね、この人は変な人なんじゃないかなと。ね、あの普通にまあ どっかで出会ったとして、誰かに出会ったとして、初対面の人に対して、いきなりいい印象を持つってあんまりないじゃないですか。なんとか、いきなり信用するとかね。あの、そういう、いきなり信用するケースって、その人の、あの、肩書きとか背景とかね、そういったもの、いろいろ知ってる場合ですよね。もう何にも知らない。名前しか知らない。まあ、なんなら名前も知らない。人って、変質じゃない、変質者じゃないかなとか、ね、あの、サイコパスじゃないかなとか、 あの、ありえない疑いを持ってるでしょで、怖いじゃないですか。全然知らない人と二人でどっかに行ってくださいって言われたら、普通に怖くないですかうん。まあ、普通に考えたら大抵の人はいい人ですよ。ね、だけども、そういう異常なことを考えますよね。あサイコパスじゃねえかな、変質じゃねえかな、ね。あの、なんか犯罪者じゃねえかなとかね。うん。だから、その人間ってそういうもんで、でお客さんも、あのー、 大抵の会社に対して、やっぱ異常な、異常って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、あの、詐欺心っていうのを持ってるわけですよ。本当はこの会社ホームページあるけど、本当は存在しないんじゃないかとかね。あの、詐欺集団の会社じゃないかとかね。あの、まあそういったことを考えるわけです。あるいは商品注文しても送られてこないんじゃないかとかね。まあ最近はそんなにないと思いますけども。まあ何にせよ、連絡先を聞いて何度も何度もコンタクトをしないと、どうにもならない,っていう、ね。 ビジネスとしては成り立たないっていうわけですね。で、えー、その連絡先のデータベースのことを、まあ、見込み客リストとか顧客リストって言うわけですけども、えー、見込み客を、まあ、リスト化してなかったら、あの、ゼロから始まる信頼関係とか信用の関係性っていうのを育んでいくことなんかも絶対できないわけです。ね。あの、昔はですね、見込み客のリストを作って、えー 見込み客とのコミュニケーション、顧客とのコミュニケーションにダイレクトメールとか、はがきとか、ニュースレターとか、そういったものを送って、コストをかけてても、あの、関係性を築いていったわけです。でもっと咲いたるものは、営業が訪問するとかね、定期訪問するとかね。<laughs> でも今では、あの、そういうことしなくても、E メールとかで、ほぼコストゼロでコミュニケーションでいるわけじゃないですか。だからやっぱ、リスト作らない手はないんですよね。 で、もう一つタイミングの問題っていうのがありまして、何かっていうと、お客さんは、あの、あなたの会社の商品とかサービスを、必ず買うようなお客さんだったとしても、買うタイミングっていうのがあります。で、たまたま、そういう、絶対、あの、この商品を買うお客さんが、買うタイミングで、お店とかサイトに来た人は、そのまで買いますけども、普通はタイミングじゃないじゃないですか。 多分、僕もあるし、こう皆さんもあると思うんですけど、なんかこういうもの欲しいなとか、あれどうにかしないといけないなと思っていても、今すぐじゃないでしょ今すぐじゃないものたくさんあるじゃないですか。てかほ、ほ、ほ、とんどそれだと思うんですけど、たまたまそのタイミングが、あ、買わなきゃいけない。例えば僕、今、車買おうかなとね、あの、今乗ってる車古く,古くなってきたんで、そろそろ買い替えようかなと思ってるんですけども、あの、まだなわけですよ。 だなんとなくまだこうカタログとか見てるフェーズで、えー、いるわけですけど、あのー、そんな時に、じゃあもういよいよ買おうって、えー、なるタイミングがあるわけじゃないですかで。そのタイミングをちゃんとキャッチするためには、こまめに連絡取っておかなきゃいけないわけですよ。こまめに連絡取っておいたら、あもうそろそろいよいよ買わなきゃいけないなってなった時に、まずそこに行くわけです、ね <laughs> で。そういう人ってほとんどなんですよね。 なので、あの、連絡先を聞かずに、リストを作らずに、一発で決めるっていうことだけやってると、そういうタイミングが違う。本当は買うお客さんなんだけど、タイミングが違うっていうお客さんを全部逃すことになります。で、おそらくそれは、えー、顧客の中の8割以上はそういう人だと思います。つまり8割以上のお客さんは、買うんだけども、今じゃないっていうね、うん。で、それを追っかけていった結果、ある一定のタイミングで、まあ、あの、買ってくれたと。 僕も今ね、昔、あのー、買った、えっ、ー、と、ポルシェのディーラーからね、もう、毎月のように DM が来ます。うん。なのであ、そろそろいよいよ買わなきゃいけないなって思った時はあ、まずこのポルシェのディーラーに行くんでしょうね。うん。まだタイミングではないんですけども。あのー、他、まあ、いろんな車あるじゃないですか。メルセデスとか、まあ、ジャガーとか、まあ、いろいろあるけども、まあ、トヨタもそうだけども、そういうとこから連絡別に一切来てないです。 まあ、リスト化されてないから来てないわけですけども。だからそういうところの選択肢っていうのは思いつかないわけですね。買わなきゃなって思った時に。思いつくっていうのは結構大事なんですけどね。まあ、ちょっと、あの、長くなるのでいいです。じゃあ、連絡先を聞こうと思っても何を聞くべきかっていうところにポイントがありまして、えー、結論はですね、E メールと住所です。この二つ。これが非常に重要です。で、次に、えー、電話番号。LINE とか FACEBOC Messenger とかそういったものですね。 で、最後に SN、SNS のフォロー、フォロワー。あの、どういうことかっていうと、あの、SNS のフォロワーっていうのは、SNS でフォローしてもらうっていうのは、見込み客リストっていうには、リストっていうにはちょっと弱いですね。な、うんでかっていうと、まあ、こっちが発信したメッセージが見られる率はとても低いわけですよ。例えば、まあ、インスタでなんかアップするとすると。 そしたらそれがフォロワー、例えば1万人いたとして、そのフォロワーが全員見る確率っていうのはほぼほぼないわけですね。だって、まあ、使ってたらわかると思うんですけど、たまたま SNS 開いて、たまたまインスタ開いて、たまたま Facebook 開いて、たまたまその時に出てるやつを見るわけじゃないですか。ね。で、いろんな人もフォローしてるわけだから、そんなにフォローしてる人全員のやつを全部見るってことは、まあ、あの、物理的にありえないわけですよね。そうなると、あのー、 フォロワーっていうのはちゃんとメッセージを伝えられないんですね、実は。で、いろんなアルゴリズムの関係とかもあり、あの、全部のメッセージを見るっていうことは、あの、ほぼほぼ不可能というか、全部のメッセージを伝えるっていうことはほぼほぼ不可能ていうね。昔ね、あの、僕も細かいデータ忘れましたけど、Facebook とかで昔は、あの、いいねしてくれたファンの人にちゃんと、あの、メッセージが配信されてたんだけども、 あの、あまりもそのボリュームが多くなりすぎて、もう広告とかも出てきたので、ほとんど何パーつっ,ったかな ?4 パーぐらいしかリーチしてないみたいな話がありましたけどね。まあまあ、そんな話もありますけども。まあ、とにかく SNS っていうのは情報が多すぎるんですね。情報が多すぎるので、あの、それを見込み客って捉えるにはちょっと弱いですね。で、 そうじゃなくて、あの、SNS のフォロー、フォロワーっていうのは、一番弱い、あの、ところにいて、その次に、あの、LINE とか、電話番号、メッセンジャーとかね、チャットとかのコンタクトがあり、で、最終、E メールー、住所っていうのが取れれば、一番、それがリストができれば、一番いいって押す。で、E メールと住所っていうのは、まあ、なんでいいかっていうと、やっぱ、E メールっていうのは ROI が非常に高いわけですね。 あの、前にレスポンスチャンネルでも話しましたけども、あの、なんだ。<laughs> SNS とかの40倍ぐらいあの効果が高いとか、ね、そういうのがあったりとか、あとダイレクトメール、住所があるとダイレクトメールが送れるので、ダイレクトメールも非常に効果的です。あの、マーケティングのチャンネルとして、やっぱり E メールとダイレクトメールっていうのは、今のところやっぱり最強なのであの、そこはしっかり取っておかなきゃいけないと。 まあ、とにかく SNS でいくらフォロワー集めても基本薄いので、それが売り上げにつながるっていうことは、まあ、なかなか難しいですね。まあ、実際僕もいろいろ勉強したんですけども、インスタでね、フォロワー150万人とかいる、そのビジネス系のインスタの人が、インスタでフォロワー増やすにはどうこうみたいな、あの、講座があったんですよ。で、それを受けたんですけども、結局どうするかっていうと、インスタをマネタイズするには、インスタからメアドを取る、あの、仕組みを作るしかないみたいなことにはなってましたね。 まあ、店舗とかだったら違うかもしれないけど、集客できるかもしれないですけども、あのー、まあ、一般的に言うと、インスタのフォロワーをいかにメールのリストに変えるかっていうのが一番重要だということでした。まあ、なので、とにかく E メールと住所にフォーカスしてやりましょうと、ね。まあ、いずれにせよですね、まあ、リストがなければ、もう見知らぬ他人だと、もう赤の他人ですからね、えー、だったらお客さんに信用してもらうことできませんし。 信用してもらえなければ主力の商品を買ってもらうことはできません。相手のタイミングも外してしまいます。なので、リストのないビジネスはビジネスでないと。リストを作ってください。っていう話でした。まあ、とにかくおすすめなのはですね、目標を持つことです。顧客リスト、見込み客リストを何人作ろうっていう目標があると非常にやりやすいと思います。僕も創業の時に、 なんとなくですけど、適当に100万人顧客リスト作りたいなとか思い、顧客リストを100万人やれば結構経営が安定すると思ったので、<laughs> あの、適当な目標を作りましたけどもね、あの、それも達成、12年ぐらいかかりましたかね、達成できました。<laughs> ね、まあ、うちは B2C っぽい事業なのであの、顧客数とか数が多くなりがちなんですけど、 B2B とかであればあの、そんな数も必要ないので、まずは100人とか1000人とかでもいいのであの、目標を立てるっていうのは非常に有効な手段だと思います。とにかくリストを作りましょう。それがビジネスの安定性の基盤になりますから。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。 コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなどあなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。